これまた3のチケット、そうめっちゃびっくりなんだけど、2の時より3の方がさめちゃくちゃ争奪戦です。今日からマスク個人の判断になりましたね。だからしばらくマスクしたわりしとく。花粉症ってさ何月から何月までなの？とりあえず今はさ、5月末まで、あと2ヶ月か。そうね、コウさんも飛んでる。今日は早くお風呂に入って。タコハイ。ゆかちゃん可愛い。ありがとう。ほぼほぼ何もしてないけどね。
ローウエスト、ハイウエストじゃないんだ。今日はねサラダとかも作ったりして、タコハイは意外に飲みやすかです。どんな味がするんでしょうね。卵わかめスープも作りました。うん、いいね。オフレコワインズビッグボス福岡。わかめスープです。わかめと卵。そう、それで増えるわかめ。でもいっぱいね、想像以上に入ってたわかめが、だから増えたんだと思う。
美味しいです。プラム店前にチケット買ったよ。座席埋まりすぎてて焦った。本当にそうなのよ。ありがたいです。めちゃくちゃワンツーで頑張ってきてけんかなとか思ったり、いろんなファンの方がね買ってると思うので、ちょっとわかんないって意外と高いですね。わかる。しかもどんぐらいに増えるか想像つかなくて、そういつも難しい。パラッと入れただけで結構増えるようにね、いっぱいになった。16人。出てくると一緒。三角定規 T シャツはね持ってますね。しかも2着、1着私が普通に買って見に行った時に、1着はいただき物で。三角定規のハンカチ予想以上に薄くて何か日本で一番薄い素材って言ってたもんね。今日は生写じゃないわ、今日はアイヤ撮影でした。アイヤさんの撮影ってマジでさ毎回あったかくてさ、そうめちゃめちゃ好きなんだ。ここで初日見て、昨日の座教劇見て、あら芦屋まで来たってことはめちゃめちゃ応援してくれてるよ。
あ、りなちゃん推しやったんかな。ゆかちゃんめっちゃいいって思い始めてる。かっこ遅い。 Not too late ですよ。夢を追いかけるのと秋吉を押すのはね、遅すぎるなんてことはないのさ。ありがとうございます。嬉しい。あおりなって書いてあるから、りなちゃん推しか。芦屋まで来たんや、すごー。てかさ、めちゃくちゃいっぱいの方が来てくださってて本当にね、嬉しかったんだ。ありがとうございます。マス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 。You can't stay Hey, I need you, babe. I miss you on the nature. You can't stay。ソゲバス出てたんだ、すごいね。私これさ、マジでお香さ、お香立って買いに行こう。早急にお香炊くのめっちゃ好きなんやけどさ、落ち着くし、アロマでもいいと思うんですけど、なんか落ち着くから炊くんだけど、お香立てが持ってないから、素手なんですよいつも。手持ちなのよ、花火みたいな感じで。ボートレース行ってるやん。いいなぁ。ショーマンシップさんがさ、あの夏に、昨年の夏に舞台でお世話になったんですけど、その芦屋ユメリホールを、まあ、管理してるのがその劇団ショーマンシップさんで、だから芦屋近いとやっぱね、ボートレースとかみんなで行ったりするんですかみたいな話したけど、全然しないって言って、意外と。だんだんよく増えました。あと今日焼肉焼いたからちょっとお肉の匂いがする。まあ換気扇はねちゃんと回したんですけれども、だからじゃからお香をちょっと炊いてみてます。そう、お肉ね、お肉食べて元気出してこうっていうことで。キャッ、もう50分やって、明日明後日は割と配信できそうなんだよな。ツアーコンサートか、コンサートの練習もしなきゃ。頑張ろう。明日はホワイトデーやって、わ、来週 NIGR ね。そうなんです、フェスかな、フェスに出させてもらいます。それもねしっかり覚えて。だから3月なんか毎月さ、めちゃくちゃ充実したのを送ってますね、時間を。なんかでも自分
の一人の力ではこんなやらんやろうなっていうぐらい毎回結構キャパオーバーしちゃってるなっていうぐらいいっぱい覚えたりとかしてるんよね。だからみんな本当にさ必死こいてやってるんですけれども、だからもし卒業した時とかさその差がすごすぎて卒業したら多分自分でさいろいろ決めてやんなきゃいけないじゃん。だからめっちゃなんかまた違った大変さがありそうという気がしました。ちょっとコンタクト取ったから何も見えなくなっちゃった。疲れたね今日も一日。頑張りましたね本当に。夜ご飯作ったのも頑張ったし、今日はねお昼過ぎぐらいまでお仕事をしてました。お家でお肉入れたの久しぶりだったな。滑り込み、こんばんは。私もやしナムルが好きなの。豆もやしのナムル。明日は実家に帰ろうかな。イカちゃんに触発されて明日は生わかめの味噌汁作ろうと思います。私は乾燥わかめで作りましたけど、お味噌汁にわかめ入ってるといいよね。青さとかとろろ昆布とか、あと私ナスが入ってるお味噌汁が好きなの。しかもフリーズドライの一回多分揚げとんかな、あれって揚げて乾燥してんのかな、あれめっちゃ好きなんだよね。そう、なんかギターの動画でもね撮れたらいいなって思って、だから作る時も煮浸し揚げ浸しみたいなのめっちゃ好きなんだよね、ナスの。劇場でのコール待ち遠しいですか。最初はあれかな、若にあんの卒業公演かしら、その前に公演あんのかな。
フリーズドライはあのドライイチゴみたいになってるお味噌汁、ドライイチゴがちょっと今想像しやすかった。21だった。あーね、ここ点の時に48番触ってみて、ぜひぜひ。48番に座ったら名前をね呼ぶ曲があるんだよね。18分になっちゃった。じゃあランキング読みますね。13位から高一、マドウェイ、インジン、ハシェック、セイラー、アットマークユー、ルービックキューブ、サクル、ケネス、ハルナ、ワカ、イースト、ヤマボ、タダタンタン、メッキーズ、アットマーク、ガチャン、韓国ファン。ベスト3が、3位がノブ、ありがとう。2位が、サンガ、ありがとう。サンガ。1位が、ニク、ありがとうございました。スパスイボー、ありがとう。またね、おやすみなさい。もう目が閉じそうだ。いい夢見てね。いっぱい今年会いましょう。バイバーイ。おやすみー。